運動しろとか、ストレスを減らせとか、糖質制限しろとか、確かに内臓脂肪を減らす方法というのはたくさん存在します。ですが、なかなかそういうのは継続できないんだという人もいますよね。というか、多くの人は継続できないからこそ、なかなか内臓脂肪を減らすことができないんだと思います。そういう方のために、これから食べるだけで内臓脂肪を減らしてくれる最高の食品たちを紹介していきましょう。これから紹介する食品はいつも食べているものに追加したり置き換えたりするだけで簡単に内臓脂肪を減らしてくれるありがたいものばかりですので、継続しやすくモチベーションアップにもつながります。こういった簡単なところから始めてみて効果が出てきて楽しくなってきたら、運動や糖質制限を始めてみるというのも大いにありだと思います。内臓脂肪減少のきっかけとして、まずは簡単な内臓脂肪減少食品を少しずつでもいいので食事に取り入れていってください。さて、まず最初にご紹介する内臓脂肪を激減させる食品は魚です。特にいいのが青魚です。サバやイワシ、サンマといった青魚には DHA や EPA といったとても体にいい油がたくさん含まれています。この DHA や EPA という油は油なのに内臓脂肪を減らす働きがあると言われているんです。油なんてむしろ内臓脂肪を増やしそうなのに驚きですよね。 DHA も EPA も体内では合成できない必須脂肪酸の一種で、青魚に多く含まれています。認知機能の向上や血液の健康を維持するなど素晴らしい健康効果がたくさんあるんですが、今回はその中でも内臓脂肪減少効果、中性脂肪減少効果に注目していきたいと思います。中性脂肪を減らす働きが特に強いのは EPA の方です。なんと1日 600mg の EPA を12週間摂取し続けただけで、血中における中性脂肪値が約 20% 低下したという研究結果もあるんです。この 600mg の EPA というのは、イワシやサンマ、サバなど1匹食べるだけで摂取できる量ですので、比較的簡単にクリアできる量です。つまり毎日毎日イワシやサンマ、サバなどを食べ続けていれば、どん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 中性脂肪が減っていくというわけです。最近はいろんな種類のサバ缶やイワシ缶なんかも出ていますので、ぜひそういったものを有効活用して、毎日魚を食べる習慣をつけていきましょう。ただし注意していただきたいのは、こういった缶詰には味付けとしてかなりの量の糖質が添加されている可能性があるということです。糖質の量や成分表には常に注意を払い、健康的に食べることができるサバ缶やイワシ缶を選んでいただけたらと思います。運動するのは嫌とか糖質制限はできないという人も、いつもはお肉を食べているけどそれを魚に変える。これなら続けることができるのではないでしょうか。ぜひ魚生活始めてみてください。さ、続いてご紹介する内臓脂肪を激減させる食品は発酵食品です。日本にはヨーグルトやキムチ、納豆といった美味しく食べることができる発酵食品がたくさんあります。こういった発酵食品は内臓脂肪を減少させる効果があるとされているんです。その秘密は善玉菌にあります。乳酸菌などの善玉菌は体重や内臓脂肪を減らしてくれることが研究によって明らかになっているんです。こういった善玉菌は脂肪の吸収を抑える効果や排泄促進効果など様々な面で内臓脂肪増加を抑制してくれると考えられています。210人の健康な日本人を対象とした研究では、12週間にわたって乳酸菌ガゼリを摂取した場合、内臓脂肪が 8.5% 減少したとされています。これは凄まじいですよね。乳酸菌を取り続ける、ただそれだけで内臓脂肪が激減したんです。発酵食品好きじゃないんだよなという方は、サプリメントでも大丈夫です。様々な善玉菌が配合されたプロバイオティクスサプリメントというものがありますので、ぜひ試してみてください。さて、最後にご紹介する内臓脂肪を激減させる食品はお酢です。近年摂取量が減少していると言われているこのお酢ですが、健康ブームもあって最近では若い女性の間で日常的に飲んでいるよという人もいると思います。実はこのお酢が内臓脂肪減少に役立っているんです。その秘密を見ていきましょう。お酢の主成分は酢酸です。
この酢酸というのは脂肪の合成を抑制し、脂肪の燃焼を促すという素晴らしい効果を持っているんですね。つまり単純に脂肪がつきにくくなるという効果があるんです。肥満気味の人が毎日大さじ1杯のお酢を取り続けた結果、ただそれだけで12週間後に内臓脂肪の数値が 5% も減少したというデータもあるんです。1日大さじ1杯取るだけならすごく簡単ですし、取り入れやすい方法だと思いますので、ぜひぜひお酢を取る習慣をつけていただきたいと思います。ただお酢というのはそのまま直接飲んでしまうと刺激が強すぎて喉や胃の粘膜を痛めてしまう可能性がありますので、炭酸水に混ぜたり食べ物にかけたりといった方法で薄めて摂取するようにしましょう。また合わせて大さじ1杯シリーズとしてアマニ油もおすすめです。アマニ油はオメガ3脂肪酸を含んでいますので、青魚の摂取と同様に内臓脂肪減少効果があると考えられています。また便通を良くしてくれる効果がありますので、ダイエットに最適だと言えます。大さじ1杯のアマニ油とお酢、これを欠かさず飲むようにするだけでもダイエット効果、内臓脂肪減少効果が期待できますので、ぜひぜひ今日から実践していただきたいと思います。さて以上、内臓脂肪を激減させる食品でした。ここまでの内容をまとめておきましょう。ポイント1、青魚に含まれている油には内臓脂肪減少効果がある。缶詰などをうまく利用し毎日摂取することが大切である。ポイント2、発酵食品に含まれている善玉菌には内臓脂肪減少効果がある。発酵食品が苦手な人はサプリメントでも OK なので、しっかり摂取することが大切である。ポイント3、大さじ1杯のお酢とアマニ油で楽して内臓脂肪を減らすことができる。